てもらえばいい。お待たせしました。どうぞ。江戸時代から昭和の半ばにかけて海上運輸の拠点として栄えた豊後高田市。昭和の町の取り組みで年間40万人が訪れる町になりました。レトロな町並みに溶け込んだ大衆食堂大虎屋、今年で創業94年になるそうです。何人分ぐらいその土日と平日で違うと思うんですか。そうよね、売り上げが分かってしまうな。気さくなご夫婦が切り盛りしています。ここに置いて、一番末っ子ですけど、その気だったし、まあ、私の家内ももう30前だったので、そんな、まあ、自然と。妻安子さんの祖父母が始めた店を夫の正一さんと共に継ぎました。3代目として42年前から腕を振るっています。一番人気はちゃんぽんです。ちゃんぽんは先代の親父さんが腕を覚えて、それを私たちが値段と味を、まあ一緒かどうか分かりませんが、近い状態で守ってるだけなんですよ。値段はなんと店を継いだ昭和55年から全てのメニュー据え置きだそうです。はっきり言って今はもう数をこなさないと持たない。まあ安いと言ってもうちの場合は家賃払ってるわけでもないし、家族でもう給料ほとんどゼロ近いって言ったらいいけど。午前11時に店を開けると昼時を待たずにお客さんがやってきます。卵か肉しかないけど、青うどん、肉うどん、肉うどん、はい、魚焼き飯、こちら青うどん、はい、分かった、それで、はい、はい、じゃあきびちゃんは肉先にうどんやね。はい、じゃあ先に切ります。お父さん肉うどんから切って。どうぞ。注文が次々と入ります。ちゃんぽんどちらですかね。はい、必要するよね。おでんの辛いので気をつけてください。これ辛いですね。咳込みしてみます。じゃあほどにします。30分もするとほぼ満席になりました。正一さんと安子さんてんてこまいです。お客さんすごいです。来る時はねこんな感じや。優しい味が人気です。おいしい。すごいボリュームがあって、なんか優しい味でした。美味しかったです。通りすがりで、懐かしい感じが。食材が高騰し、消費税も上がっていますよね。なぜ40年以上にわたって値段を据え置きに？原材料が上がって、こんな状態でやるっていうのは昔に比べて一層今大変なんですけど、料理の味も値段も変わらんと、そう言われたらやっぱ嬉しいんですよね。でそれは変えたくないです。今日も元気に営業中です。